今日は美少堂のタッピングコンシーラーブラシを使って気になるクマをカバーする方法をご紹介します。まず肌よりも暗めのコンシーラーを選んでブラシにごく少量取ります。気になるクマの一番濃い部分を狙ってコンシーラーを置きます。目の下の骨がある部分は垂直にトントンと優しくリズミカルに押さえて広げていきます。目の際に近づいたらブラシを優しく左右に滑らせるようにして残りのコンシーラーをなじませましょう。シミやクマのカバーだけでなくハイライトやローライトをのせてぼかすブラシとして使えば簡単に立体的なメイクができますよ。